オリオールは、ロシア連邦オリオール州の州都、岡川上流に位置し、モスクワからは、南南西へ360キロメートルの距離にある。人口は33万3310人。ツルゲーネフや、ミハイルバフチンの記事としても知られる。高速道路、M2 が走る。オリオールとは、ロシア語で和紙を意味する。岡川とオルリク川に挟まれた、この地には、 考古学調査によれば12世紀以来、鳥に囲まれた集落が置かれていた。当時はこの地は、モンゴル襲来以前の大国、チェルニゴフ公国の一部であったと考えられるが、文献には登場しておらずこの城塞都市の名前は、不明である。13世紀、この鳥は、カラチェフ公国のうちのズベニゴロド地区の一部であった。15世紀初頭にはリトアニア大公国に征服され、 その一部となっているが、リトアニア、または、ジョチウルスの略奪を受けて住民がいなくなり放棄された。16世紀には、モスクワ大公国の一部となったが、イヴァン四世は1566年、南の国境を守るため、この地に新たな要塞を建設することを命じた。オリオールの砦は1566年の夏に建設が開始され、1567年の春には、 完成している。この鳥では、古い要塞を再利用したため雪解けの時期には、水没するような低地に設けられており、周囲の高地からの攻撃を受けやすく、戦略的に理想的な位置にあるとは言い難かった。しかし再利用のため早く観光することができた。おりおの風景動乱時代の1605年、ニセドミトリ一世とその軍勢はこの町を通り過ぎた。1606年には、 イヴァン・ボロトニコフの農民反乱軍が通過し、1607年から1608年には、ニセドミトリー2世の軍勢が、陶器の宿営を行った。さらにロシア・ポーランド戦争が本格化すると1611年と1615年に、ポーランド軍により略奪された。二度目の略奪の後、住民はこの取りを捨てて、ムツェンスクに移り、オリオールは、 書類上でしか存在しない街となった。1636年にオリオールは再建された。もっと防衛に有利な高台に移転する計画が1670年代まで残っていたが、最終的には破棄された。クレムリも無用とみなされ、18世紀初めに解体された。18世紀半ば以降、オリールはロシア帝国の国葬地帯の中心都市の一つとなり、 鉄道が敷かれる1860年代までは、岡川を利用した水運が穀物の輸送路となっていた。1708年、オリオールは、キエフ総督府の一部となり、1719年には、総督府の下に、オリオール地区が置かれた。1727年には、新設のベルゴロド県の元に移った。1778年2月28日には、 ベルゴロド県とボロネジ県の一部を分割して、オリオール総督が作られた。1779年に、オリオール市街は新たな都市計画の下で再建され、オリオール側はオルリク側と改名された。オリオール1917年の10月革命以後、ボルシェビキがオリオールを支配したが、 1919年の10月13日から20日までの極短期間アントオンデニーキン率いる白軍により占領された。1920年代から1930年代までオリオールは様々な州の下に置かれたが、1937年9月27日に新設されたオリオール州の州都となった。ヨシフ・スターリン政権下の大粛清では、 1941年9月11日、クリスチャン・ラコフスキー、マリア・スピリドーノは、オリガ・カーメネは他160人の政治家、活動家らが、オリオール郊外のメドベージェフスキーの森で、銃殺刑に処された。第二次世界大戦では、1941年10月3日に、ドイツ国防軍に占領され、クルスクの戦いの後の1943年8月5日に、 赤軍に解放されたが、街並みは戦争で完全に破壊された。ありがとうございます。